ワールドカップでは守備の要として活躍した板倉滉が都内のトークイベントに出席。話題のブラボーについて聞かれると、100件ぐらい連絡来るんで、はい、返信ちょっと大変じゃないですか。その時ブラボーめちゃめちゃ使えるんですよそういった意味でもめちゃめちゃドイツ戦の後からはブラボーみんな使ってましたね。早くも4年後のワールドカップについては、ベスト8とは言えないですよね。もうやっぱり優勝目指したいし、もうそこを目指して今回も戦ってたので、まあ優勝しかないですね。